今日の平穏が当たり前のように明日もやってくる、そう信じてはいませんか？でもお気をつけください。怪異は非日常が大好物なのですから。誰も知らない、知られてはならない怪談、それが七種怪談。本日のお話は、私を射抜いてくださいませ。ココロ、お主は、私を射抜いてくださいませ。ココロって誰だ？ココロって何なの？ここアクリル、これはみんなのやる気を閉じ込めたものよ。そのやる気ちょうだい。なんだこいつ。こいつはアクリル、やる気を盗み取る怪異よ。安心して、今日は戦う気ないわ。それよりあの子大丈夫？どうしてそれを？詳しい話は中でって結界解いてくれないと入れないけど。昨日のニュース見た？隣町の夜間石が割れた話。看病でそれどころじゃ。あなた、ことの重大さに気づいてないわね。どういうこと？夜間石は言い換えると殺生石。それって、ほら、とにかく早くこの子の霊力を回復しないと。どうしてそこまで？前にこの子が見逃してくれたから借りを返すだけよ。やる気あげる。ところで、これ誰のやる気？私のよ。なんか嫌だ。はあ？じゃあ勝手にすれば。ごめんごめん。くれぐれも気をつけて。あいつは本当にヤバい。もしお互い生きてたら、今度こそ正々堂々戦いましょう。もうこんなとこまで。アクリル、この役立たずだ。向こうか。ここよかった。誰？っていうの、ココは動いちゃダメ。ボン、あいつなんかヤバい。任せて。内潮にあだなす異形の者、灼熱の炎でその身を焦がし、不浄のムクロを焼き尽くせ。超遠沈滅。そんなこうなったら、蘇生転生、土壌冥土、天土雷帝。バン！お前何者だ？絶対に許さない。
いざ尋常に勝負！心。まだその時ではないか。今日の平穏が当たり前のように明日もやってくる、そう信じてはいませんか？でもお気をつけください。そんな世界は間もなく。